どうも、ぐっさんです。子供たちは夏休み。世間ではお盆休み。ぐっさんは？ということで、家族で日帰り旅行に行きました。岐阜県高山市の飛騨大鍾乳洞へ片道車で 3.5 時間かけて行ってきました。30度を超えるくっす暑い中、鍾乳洞の入り口の前に来た途端、ひんやりとした空気が体を通り過ぎました。ぐっさんは T シャツに短パン姿だったので、入った時は寒く感じましたが、上り坂や階段も上がるので暑くなってきました。日帰りとはいえ、子供たちには思い出の一つにしてほしいので、鍾乳洞に入る時の入場券を渡しておきまーす。出口にあったお土産屋で、フローライトっていう石と、紫水晶っていう石を買いました。あとはぐっさん用にイエローカルサイト、精神安定と書かれたやつと、子供が選んだ幸運の水晶、長玉のお守りです。鍾乳洞を出て車で10分か15分くらいのところにあった鳳凰ラーメンっていうラーメン屋で昼飯を食べました。高山ラーメンとは、縮れ細麺であっさり醤油スープのラーメンで、ぐっさんはこれの大盛りを食べました。味の好みは人それぞれだと思いますが、ぐっさん家族はみんな美味しいと言っていました。鳳凰ラーメンの隣にお土産屋があって、醤油、味噌、塩、各2食入りのやつを2箱買いました。夏休み中の子供たちは食べると思いますが、多分ぐっさんが全部食べます。6日で亡くなる予定です。ラーメン以外にもいっぱい売っていましたが、財布も買いました。見た目が1万円札の財布です。これはぐっさんではなく妻が買いました。なんで買ったのかはわかりませんが、紹介しておきます。1万円札の表と裏の柄で見てたらなぜか笑っていました。お札とカードは入りますが、硬貨を入れるところはありません。お札に模した財布なので、あえて作らなかったのかもしれませんね。ぐっさんはもう何年も現金はあまり使っていないので、妻に5万円借りてきました。これを財布に入れてみます。この財布で買い物したら店員さんは少しは笑ってくれるかな。